こいつらは誰だ。なぜ私を起こせようとしている。いや、私はまだ準備ができてない。怖い。あいつらのメスを見ると私、化け物のように、異類のように扱いされると分かった。いや、私は化け物なんかじゃない。こんな目で私を見ないでくれ。こんなようなみんなは、こんな目で私を見てるのですか。私は何のために存在しているのだ。もしかして、私の存在は何の意味もないのでは。なのに、なんで私を起こそうとしているの。このままずっと眠させてくれればいいのに。ああ、疲れた。誰にも邪魔されたくないの。ハンター司令官として、あなたは今十分に成熟していません。私はあなたにパートナーを推薦します。そうです、彼女の名前はミアです。なぜあなたは動揺していますか。お前、残りについてはあまり言いませんが、将来は仲良くなって一緒に進歩していきます。どうも、私はミア。おい人間、訓練の時間だ。こんなのどうでもいいこと。さっさとトレーニング始まるよ。いいからいいから、アギリア教官は待ってる。先に行くよ。今日また遅刻。いいから言い訳無用。今日も実践訓練だ。その前にテストをさせ、人形の役割また覚えているか。いや、教えてやれ。はい。人形は前方部隊と後方部隊に分かられて、前方部隊は先手を取る反面、後方部隊はもちろん後方部隊に狙う人形もあるので。よく説明をできたね。さて、次はまずミアは手本を見せるから。
よくやりました。しかし、こんな程度じゃ、正式の反対もっと強くなるため、必要となる素材を使えば、肉体と装備の強化ができる。ミア、手を。はい。場所を教えてくれ。確かに体が微妙に変化したことは感じる。強化し続けていけばいずれ大きい変化を感じさって、次は実戦訓練だ。今回はもっと手応えがある相手を連れてきたよ。気を抜くなよ。どうやら戦闘の基本は、しかしこの前に仲間を集めてチームを強くするの。ではスクールはここまでだ。あとはあなたたち自分自体だ。